こんにちは、美容師家のクオンです。今回は僕のナイトルーティンを撮ったので、もしよかったら最後まで見ていってください。帰ってきました。この日はバイトがあったので夜遅くですね、10時半に帰宅しました。学校帰り何もない時は6時半とか、友達と遊んだ時は10時、11時、大体この時間に帰ってきます。日によってバラバラです。ちゃんとアルコール消毒もしてます。じゃあ軽く今日のコーデを紹介していきたいと思います。上下どっちも古着で、原宿の金地で購入しました。上のハーレの T シャツがね、結構可愛くてお気に入りなんですけど、ハーレの T シャツって結構ビッグ T シャツが多いんですけど、これ結構ジャストめで、たまにはジャストもいいかなと思って買いました。最近はこんな感じでアメカジコーデが多いです。こちらが今日のご飯になってますね。すごい豪華だね。この日ちょうどおばあちゃんが来てて、すごい品数が多くなってます。うん、うまい。白ご飯食べただけでうまいって、うまい、やばいね自分。これ完全に裏話なんですけど、やっぱこういうの撮るときってわざと自分でカメラセッティングしていただきますから撮るんですけどご飯食べるところ普段みんなに見られないじゃないですか。だけど、あ、これみんなに見られるんだと思って、なんかカメラ意識しちゃって、ちょっと食べてるところを見られるの恥ずかしくて、これずっと横向いてるんですけど、横向いてる時テレビ見てごまかしてますね。あ、もうこれ完全に照れ隠しですね、横向いてる時は。あ、これ今耳タブ触ったんですけど、耳タブ触るの完全に照れ隠しです。あ、食べ終わったみたいですね。ご飯食べた後はデザートタイムですね。結構甘党なんで何でも食べます。ケーキとかプリンとか。いつも朝ごはん食べないんですけど、もう朝起きて速攻チョコ食べたりとかして学校行ってますね。その後は SNS のチェックしてます。インスタだったり、まあ、LINE 返したりとかして、インスタ何あげようかなとか見てます。でその後ゲームとかちょくちょくしてますね。今ウィーでやってます。ぜひ誰か僕と対戦したい方は待ってます。その後は筋トレですね。まあこれはまあ1ヶ月前とか、ちょっと最近始めたんですけど、やっぱ夏なんで、ちょっと可愛い子を求めて海に行くときに恥ずかしくない体でいるためにね、頑張ってトレーニングしてます。完全に男の野望ですね。これ本当はもっとやってたんですけど、最初撮るの忘れてて、本当はもう20分ぐらいずっと鍛えてました。その後お風呂タイムですね。もう12時回ってる、やっぱ結構いつも遅いですね。でちなみにこれ今音声後付けで今撮影してるんですけど、これなんと早朝5時半です。今バイトから帰ってきてゆっくりしてたらこの時間になっちゃいました。すごい眠いです。お風呂上がりもお茶を飲みます。本当に僕すごいすぐ喉乾いちゃうんで、1日2リットルとか余裕で飲んじゃうんですよ。学校にも500ミリリットルのペットボトルを2本ぐらい持っていくんですけど、もう本当にお昼ご飯の時とかにはもうなくなっちゃって、学校で1本買い足したりとかしてます。水分補給は大事です。この後はお風呂上がりの化粧水ですね。化粧水と乳液は無印で揃えてます。シンプルですごい使いやすいです。まあ、とりあえずこれ使っとけばいいかなみたいな感じですね。最近はやっぱマスクとかで肌荒れがすごくて、ニキビとかもちょっとどうにかしたいんですけど、今も絶賛ニキビできてますね、ほっぺたのところ。これ
ブスだな自分。いや女の子のすっぴんではないけど、やっぱお風呂上がりだと一日の疲れがどっと出てますね顔に。その後は髪の毛の保湿です。まずヘアミルクから塗って、その後ヘアオイル塗るんですけど、今僕の髪がこれブリーチ2回とパーマで、その上からカラーもやってて、もう本当にスーパーダメージモードで維持が大変です。もうこの髪も結構長くていつ切ろっかなって思ってるんですけど、なんか次どんな髪がおすすめとか、どんな髪型してほしいとか何かありますかね。すごい迷ってます。次はドライヤーです。もう毛先の水分ちょっと飛んじゃってるんですけど、根元がまだ湿ってるのでドライヤーちゃんとしてます。根元の水分ちゃんと飛ばさないと菌が繁殖してハゲの原因になってしまうので、一応頑張って乾かしてます。でもやっぱめんどくせーってなって濡れたまま寝ちゃう日とかあるんですけど、やっぱダメですね。ほんとこの長さになって思うんですけど、女子ってほんと大変だなって。授業とかでも女の子の髪の毛とか乾かすんですけど、ほんとすごい時間かかって先生と3人がかりとかで乾かしたりすることもあるぐらいなんで、本当に大変だなって思います。で歯磨きは1日あったこととか、今日疲れたなとか、今日も頑張ったなとか思いながら歯磨きをしてます。歯磨きもね、なんか電動歯ブラシ欲しいんですけど、なんかおすすめの電動歯ブラシとかありますかね。ちょっと電動歯ブラシに1万円とか高いなって思ってるんですけど、そんな感じで歯ブラシが終わりました。歯磨きが終わってベッド入ったら、だいたいテレビを見るか、スマホで YouTube 見るか、映画見るかって感じで一日は終了します。美容学生の一日って、まあ、普通の人たちとあんま変わんないです。こんな感じで僕の一日は終了します。だいたい2時ぐらいに寝て6時ぐらいに起きるので、だいたいいつも4時間睡眠です。もう寝なきゃね。みんなおやすみ。ご視聴ありがとうございました。